本日の2分解説はナポレオンヒルの恐怖を築く13の条件です。この本では著者が500人の成功者の共通点から導かれた13の条件、つまり答えが書かれているので紹介します。まず1つ目が願望です。夢を現実に変えるため、お金持ちになりたいという曖昧なものでなく、欲しいものや金額を明確にし、それを手に入れるための代償と期限、詳細で具体的な計画を決め、それを毎日朝晩見てください。そして2つ目が信念です。モチベーションを保つため、願望を紙に書き出し、毎日30分ほど成功のイメージをしてください。また、憎しみや嫉妬などのマイナスの感情を排除し、人の役に立ちながら夢を叶えることが大切です。3つ目が、深層自己説得です。俺はできないと思っていれば、行動が鈍るので、自分にはできると信じられるように、誰もいない部屋でリラックスをし、成功をイメージする習慣をつけてください。4つ目が、知識です。知識の積み重ねで成功のアイデアとは生まれます。正しい知識、手法を学んでください。5つ目が想像力です。勤勉さと正直さだけではお金は稼ぎません。常にどうすればいいのかと考え、アイディアを富に変えてください。6つ目が計画です。計画を実行に移すため、リーダーシップを鍛え、一丸となって富を成すための仲間をできるだけ多く集めてください。7つ目が決断力です。優柔不断は最悪です。失敗する人ほど決定に時間をかけ、自分の意見をすぐに変更します。8つ目が忍耐力です。願望の明確化や計画の実行は忍耐力を鍛えます。また、無駄に批判する人を遠ざけ、仲間や賛同者を1人以上見つけてください。9つ目がマスターマインドです。これは一丸となって同じ目標に向かう仲間のことです。仲良しクラブでなく、目標達成のために頑張り合う仲間を見つけてください。10個目が性衝動です。性欲とは人にとって一番大きなエネルギーで、人間的な魅力や活力を引き出してくれます。みだらに浪費せず、生産的な方向に使ってください。11個目が潜在意識です。プラスの感情は潜在意識、つまり無意識の脳の領域から生まれます。壁やスマホの待ち受けに目標を貼っておくのがおすすめです。12個目が頭脳です。常にアンテナを貼っておき、学んだことを実践してください。13個目がインスピレーションです。知識や潜在意識、想像力を活用すると、チャンスを捉える直感力、ひらめきが鍛えられます。駆け足になりましたが、この13個を意識し、成功をぜひ手に入れてください。以上、和樹の本屋さんでした。